ヘナヨン、あたしは帰ってきた。にゃのに、あたしのハートはカビた煮干し色。にゃぜだ。にゃぜ、あたしが主演の映画がうやむやに、あまつさえ予算が邪神に化けて出てた。責任者出てこい。30秒待つ。そういうことですか。世論は完全にコントロール済み。所詮大衆は無知っつうか未決つうか。ま、泥棒猫にはお仕置きが必要だよにゃ。でにんきゃ、若手に示しがつかぬ。とまあ、倒す相手の心当たりなんざ星の数ほどあるのだが、今夜選択肢、たくさんあっても切に合いだけだよにゃ。まあいい。はーい、そこの人類、止まれ。さもなくば、情け無用の猫パンチが、わけもなく火を吹くぜ。汚れ果てた地球は一思いに破壊してしまいましょう。よしない、せっかく帰ってきたばかりにゃのに。あと、その切れ毛には某猫型ロボットの知的財産使用料が発生するから、猫法的に破壊してしまえばそんなの関係ないですよね。やっぱこいつダメだにゃ。にゃんつうか、人として。ラウンド1、ファイト。にゃっ、食べました。にゃっ、にゃっ、にゃっ、にゅ、にゅいにゅ、そう、にゃっ、Yeah!
嫁にしたいぐらいの逸材にゃんだけどにゃ。アンチ猫っつう危険思想さえなければ。誤解だぜチャイナ、私はいい猫にゃのよ。いい猫はパンダだけだよ。ワンファイト。冥王星から SOS 信号キャット。でもね、そこランク下がったしな。うっ、ガムシで OK です。じゃんじゃじゃーん。ダウンロワンファイト。私服の癒しストンピングの後は、女が揺れるスパイシー猫パンチを試してみるもんよし。テンプルあたりに、こう、えぐり込むように。ニャントゥーマンディベス。何が何から何を。いちいちに筋道立てて聞くなよプリティボーイ。美女と猫は少し謎めいてるぐらいが魅力的。
そうは思えにゃいか。お前は謎めいてるんじゃなくて、単に得体が知れないだけだろ。そうとも言う。いや、何言ってんだおい。ところで、いいメガネかけてるにゃ、セクシーボーイ。だったらなんだよ。それと、そのボーイっていうのはやめてくれ。なんかいろいろ死にたくなる。一日の終わりに死ぬように眠るがよい。一方その頃、そのメガネは私が塩水でのし上がるための小道具として活躍するのよ、これが。抵抗するとためににやらんぜ。ナイフはどこだったかな。さりげない笑顔で抵抗する気満々ですか。やむを得ぬ。ロールアウト無理イン。337の超攻撃的布陣でいくぜ。ラウンド1ファイト。メガネ奪うと美少女ってやつはよくいたが、ポエマーにやるってのは死ぬ気づきだったね。出会っちまったか。ラウンド1ファイト。まあ、つまりはこういうことだ。いつか死ぬなら、ここで死んでも大差はないさ。